南方貨物線。南方貨物線とは、日本国有鉄道、国鉄が、愛知県名古屋市の名古屋貨物ターミナル駅、1980年開設、から、笠寺駅を結び、笠寺駅から、東海道本線と、線路別複々線で並行し、同県オフ市の東海道本線オフ駅に至る、予定だった、東海道本線の貨物支線、未成線である。国鉄が、 貨物輸送において、まだシェアを多く持っていた。昭和40年代、東海道本線の名古屋駅周辺において、速度の遅い貨物列車が旅客列車の妨げになっていたため、別線付設による複々線化を行って、これを解消するとともに、価格分離を行い、増大する輸送量を増強することを目論むようになった。また、名古屋における貨物駅は、 名古屋駅南方の都心部近くに設けられていた笹島駅であったが、これが手狭になっていたことから、南へ移転する形で、発田貨物駅、仮称、後に名古屋貨物ターミナル駅として、開業という新駅を開設することにもなった。この両社の目的により、東海道本線のバイパスとして建設されることになったのが、この南方貨物線である。当初の計画では、 東海道線、名古屋稲沢、美和、島間及び笠寺岡崎間、岡田線、岡崎瀬戸市間、瀬戸線、瀬戸市稲沢、美和島間。このうち勝川高蔵寺間では中央線に並行、関西線、笹島信号場名古屋間と共に、中京圏の大環状線を形成する予定であった。建設は輸送力の増強が目的であったため、日本鉄道建設公団でなく、 国鉄自身の手で行われ、高度経済成長期の1967年、昭和42年3月に建設を開始した。だが、国鉄における貨物シェアが、トラックの普及や、労使紛争の影響で激減し、貨客混合の伏線のままでも十分になったことにより、路線の建設意義が薄くなってしまったことや、地元から騒音、振動の公害を懸念して、 建設反対運動、名古屋新幹線訴訟が起こったことから、1975年、昭和50年に工事は事実上凍結された。1980年、昭和55年に工事が再開され、用地買収は100%完了し、その大半が高架橋である路盤も、ほぼ全線の工事、名古屋貨物ターミナル笠寺間の高架橋、部分 12.7km、全体の 約90%は、用地買収費用を含めて、約345億円の公費をかけて完成し、未完成部分の路盤わずか約500メートルを残すのみとなり、完成部分は線路を敷くだけといった状況になっていた。しかし1983年、昭和58年、鉄道貨物輸送の低迷から、国鉄が新規投資を凍結し、工事がストップしてしまった。 名古屋貨物ターミナル駅は1980年、昭和55年に開業したものの、その先の南方貨物線が開業しなかったことから、同駅から東海道本線東京方面への貨物列車は稲沢総車場までスイッチバックを強いられ、その結果東京貨物ターミナル駅までの所要時間は、当初の定めより約1時間長くなるタイムロスが発生することとなった。また、 名古屋貨物ターミナル駅北方には、同駅と関西本線四日市方面を連絡する、連絡線を付設し、関西本線と西名古屋高線のデルタ線の形成が計画されて、いたが、この計画も中止されている。名古屋貨物ターミナル往復間の1 9 5トルは1987年、昭和62年の国鉄分割民営化で、処分対象資産とされ、土地や、 高架橋の多くが日本国有鉄道生産事業団の所有となった。1992年時点で東海道線名古屋笠寺間を走る貨物列車の数は1日上下各60本ほどであったが、貨客混合の道区間のダイヤはすでに過密状態で増発が困難な状況となっていた。その後、1991年平成3年2月15日の衆議院。 連絡委員会では、運輸省、現国土交通省の審議官が南方貨物船を旅客船として活用したいとの意向を示したが、2月20日の記者会見で東海旅客鉄道、JR 東海社長の須田博氏は議事録を制読したが、JR 東海に売るとまで踏み込んだ答弁内容ではなかったと認識している。旅客船として活用しても採算が合わない見込みが強く、 活用するとなれば、この時点でさらに百数十億円の投資が必要であり、とても当社の手に負える代物ではない。買い取る意思は全くないと述べ、運営に関わりを持つことを否定した。翌1992年、平成4年に1月10日、運輸政策審議会答申12号、名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について、にて、 東海道本線の混雑緩和を目的に、西名古屋港線と共に、旅客船としての開業を行ってはどうかという提案が、運輸省事務次官の中村徹から出され、鉄道貨物輸送力増強の必要性、旅客輸送動向などを勘案して検討するとされ、しかし、名古屋駅や津田駅間を、名古屋地区第二のターミナルである、金山駅を経由せずに迂回している上、 同区間の当時の混雑率、約135%では、意義は薄いとされ、見送られた。西名古屋港線の旅客化工事の際には、南方貨物線が分岐できる構造となっていた、高架橋が、その阻害となったため、街頭部分が撤去された。この頃には、トラック輸送業界の人手不足や大気汚染、交通渋滞による支配などから、モーダルシフトが進み、 特に長距離の貨物輸送にて、鉄道貨物輸送が見直されてきており、日本放送協会 NHK の解説委員だった藤吉雄一郎は、1992年に放送された NHK の番組で、当初計画通り南方貨物線を整備する必要がある。さらに、東京大阪間に貨物専用線を新たに敷くと、2兆円を超す経費がかかるが、貨物列車が、 その分増発でき、トラックからの輸送転換ができるとして、南方貨物船の建設再開の必要性を訴えていた。開業による所要時間短縮で、東京方面まで本来より約1時間のタイムロスが解消できることへの期待からも、1992年6月5日に名古屋商工会議所ホールで開かれた。 鉄道貨物協会名古屋支部の通常総会で早期開業を国に働きかける決議がなされ、性能運輸会長だった田口敏夫も何とか完成を、関係機関へのきっかけを強めるなど、陸運業界を中心に開業への期待が高まっていた。課題である建設費の資金難については、幹事会でもトラック運送業界や愛知県、名古屋市など、 関係自治体、JR 東海や日本貨物鉄道、JR 貨物などで第三セクターを設立するしかないと意見こそ一致していたが、資金負担をめぐって思うように計画が進まず、開業後貨物列車の運行で南方貨物線の使用が予想された JR 貨物も開業に必要な建設費は我々ではとても負担できない土地や高架橋を保有する、 日本国有鉄道生産事業団、現、鉄道建設、運輸設整備支援機構も、資産を処分するのが役割で、建設主体になるのはありえないという反応だった。その後も、西名古屋高線の近上不動駅から、海底トンネルで空港まで結ぶ案とともに、笠寺駅で接続する名古屋臨海鉄道東高線、南高線経由で、名鉄と小線と接続し、 トコナメ潮木に建設された中部国際空港、セントレアへの空港連絡鉄道として活用する案を出されたが、2000年、平成12年に国鉄生産事業本部が改めて JR 東海、JR 貨物両社に引き受けを打診するも拒否され、翌2001年、平成13年5月には愛知県、名古屋市両社にも活用案が断られた。結局、 活用方法が見つからなかったため、景観の改善や老朽化による崩壊の危険性から2002年、平成14年により、笠寺駅や大高駅周辺など、JR 東海に移管された約 8km を除く、2階通過間の高架橋 12km 分を、解体費用約300億円をかけて撤去し、さら地にして、土地を一般競争入札で売却することが決定した。 3月27日に成立した国の新年度当初、予算で2002年度分の撤去費用として46億円が計上されたが、バブル経済崩壊による地下下落の影響、幅10メートルほどの細長い土地形状という事情から、撤去費との差額分にも国費が負担されることとなった。結局、河川上にかかった橋梁の撤去費用を除いても、約13キロメートルの高架橋を、 さら地化するのに、約200億円の経費が必要になったのに対し、売却で回収できる金額は、約40億円程度に止まることになる。南方貨物船の建設中止について、名古屋新幹線訴訟の弁護団は、南方貨物船の撤去はそれ時代朗報であった。これを廃線に追い込んだことは、周辺住民の生活環境保全にプラスであるとしている。2010年。 平成22年現在、高架橋の撤去は、その莫大な撤去費用ゆえにあまり進んでいないが、退借関係のない部分から先に行われており、高架下を事務所、駐車場等に賃貸している部分はそのまま残っている場合が多い。また、大高駅付近のように現在の東海道本線の高架橋と一体で建設されている部分については、高架橋の撤去はされず、 橋脚の耐震補強が行われている。ただし施行は、東海旅客鉄道、JR 東海ではなく、所有者の鉄道建設、運輸施設整備支援機構による。計画は、当時貨物の操車場が設けられていた稲沢駅の手前より、笹島駅まで完成していた、事実上、東海道本線の複々線である、貨物用別線、稲沢線と笹島駅から南に伸びて、 西名古屋港駅までの間帯び、稲沢線と一体になっていた、貨物支線、西名古屋港線を活用する形であった。当時単線、非電化であった西名古屋港線を複線化、電化、高架化して一部スラブ起動化し、西名古屋港線の途中に設けられる、名古屋貨物ターミナル駅の南より分岐して、左カーブして東進、名古屋港駅へ向かう、貨物支線、名古屋港線と、 立体交差し、そして堀川付近からスラブ軌道の効果で、東海道新幹線の西側を並行して、名古屋鉄道、名鉄となめ線をまたぎ、さらに右カーブして、東海道新幹線を二度アンダークロスし、笠寺駅の手前で、東海道本線に合流し、そこから先は、東海道本線と並行する線路別複々線化を行い、ルート上にある、 大高駅付近を高架化した上で、大府駅に至るものであった。大高駅笠寺駅間では、東海道本線の天白川橋梁が老朽化したため、東海道本線の線路を南方貨物線側に振り返っているが、速度制限はかからず、時速 120km にて走行できる。また、大府駅南方の東海道本線を呼び、竹戸予線それぞれにおける、 旅客船と貨物船の分岐と立体交差は南方貨物船計画の一環として建設され、この部分は本来の目的通りに使用されている。また、西名古屋港線の中島駅からしばらく高架橋に沿って歩くと、上り線は南方貨物船当時に建設されたものを利用した部分があるのがわかる。単線高架橋の並列となっており、上り線は鉄板で、 耐震補強してあるが、下り線は当初から耐震基準に沿った高架橋のため、鉄板がないためであるが、これは西名古屋港線に乗車したままでは文化ない。また、西名古屋港線と南方貨物線が分岐する予定だった地点には、中部後半の工場敷地の一部と林地に橋脚が残されている。西名古屋港線の車窓から中部後半の工場越しにそのまま残された。 高架橋が近隣工場の立体駐車場として利用されているのがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。